こんにちは。全景 AI フォーラムです。全景 AI フォーラムの4月の回。2021年4月、今日は28日です。でですね。ね。ゼロ、前座終わりました。ということで、1、セクション1に入ります。30分ずつのイメージで、今から30分で、これを喋る予定です。で、前回のね、3月の全景 AI フォーラムで、本田さん、大島さんが喋る前に、僕がガーッと、サイン、コサインで、回転行列で、っていう話をしたあたりで、うちで聞いてる人がですね、脱落したっていう話を聞いてですね、オーディエンスを、難しかったかなと思ったんですが、その話の、皆さん、クイズを出したんですね。覚えてますかっていう話から始めます。で、そのクイズとは何か、これって、ここのリンクを飛べばいいのかな？これ消しちゃえ。これも消しちゃえ。これも消しちゃえ。いや、はい、ここで、これちなみに、ちなみにばっかり言ってますが、GitHub に、全景 AI、GitHub に、全景 AI フォーラムの組織アカウントっていうのを作ったんですね。で、これは何かっていうと、情報を共有する場になればいいって思っていて、で、GitHub は GitHub の仕組みでですね、ウェブホスティングもしてくれるんですね。どれぐらいの条件、コンテンツのサイズ制限があるのか、僕、詳しく追ってませんが、基本的にウェブページも置けると。で、その機能を利用してですね、このページズっていう、レポジトリに付随する、GitHub ページを作ることによって、HTML のコンテンツにした僕の発表はブラウザーで発表しているのでお分かりの通り、HTML なんですね。ウェブページなんですね。で、その内容はそのままここに置いてます。で、今日のやつも発表が終わったらここにまた配置するようにするんで、皆さん後で、一期のあの話もう一回見て聞きたいっていう既得な方はですね、言ってもらえればいいんですが、3月はここのページに行くと、僕がこの間喋った内容がガーッと、ガーッと、ガーッと、ガーッとあります。で、この中で僕が、コンピューター会話教室って言って、行列の、と行列の席のプログラムは、っていう話からクイズを出しました。皆さん多分この辺もう脱落してしまったところだと思うんですけども、ね、それを振り返って今日は回答編をやろうっていう話なんですが、ね、誰も答えてくれなかったので、商品のですね、全景 AI マガジン創刊号はまだ僕のキープ分以外に2冊後ろの本棚にあるんですが、2名様まだ絶賛募集中なので、なんか、全景 AI フォーラムにコントリビュートしてくれた人に配りますんで、なんかね、この今回のクイズはもう、クイズの正解を発表するんで、また、チャンスがあれば、応募待ってますっていうことで、